ですね、もう有観客になってから試合は行われてますけども、はい、その独特の雰囲気っていうのは選手たちがすごく感じていると思いますね。ハーフウェイラインに7人並んだ湘南、前へ行くぞという意思表示をしながら前線深い位置に長いボールを入れてきます。いいキックしますからね神谷。湘南はフルス対決、速いボール真ん中に置いてきました。とギリギリで取りました富井。よく反応しましたね。速いボール手前、スクランブルにならず大外にオルンガ、そこを狙う、オルンガだ、ピンポイント神谷のクロス。中盤を鳴りを務めていたオルンガ、日立大お客さん入って最初のゲーム、エースオルンガで先手です。で今一番外にいますけども、見てるんですけど上げる瞬間すごく外を回って完全に相手の視野から消えてるんですよね。やっぱり動き方がいいのと、まあ、そこをうまく神谷のボールが入りましたね。まあ、素晴らしい武器が出ましたね。動かしといて裏収めた仲間、チャンスかというか仲間、仲間あと交錯をした PK。ちょっと今のプレーで右の膝を気にしましたが、完全に引っかかりましたね仲間と石原。まあでも動き出すタイミングも良かったですもんね、最初にボールを受ける時のね、はい、体をこう預けながら。オルンガです。逆をついて左、前半の終了間際、柏レイソル PK で大きな追加点、2対0です。あとはプレッシャーをかけられた時に少し長いボールで背後をつく、まあ、そこから仕掛け PK。 さあ左エンドホーム柏レイソル、右エンド湘南ベルマーレ、抑えの効いたミドルパス、仲間が真ん中で起点、江坂は横に流したぞ、三つ丸えぐってオルンガ後ろから神谷、決定機です柏レイソル。3枚います。高橋からですね、はい、いいボールでした、これもね、うまくブロックして引きつけて、はい、ため作って江坂が、湘南に石原直樹が帰ってきたというのは、まあ、今季の大きなトピックスです。岡本もあってもいいんじゃないですかね。まあ、あった小林のクロス、あちょっと石原直樹がヘディングシュート、いいぞヘディング、松田天馬が突っ込んできました。石原直樹のナイスヘディング、中村康介のナイスセーブ、しかしながら詰めていたのは松田天馬です。取り方が非常にいいんじゃないですか、ここで石原ね、相手の影に隠れて、あとシュートのテクニックありますね、まあ、ボールも素晴らしいですけど、このシュートテクニックがいい、でそこに詰めている松田天馬、狙いがはっきりしましたね。まあ、岡本が回ってもいいって話を途中しましたけど、やっぱりそれによって少しは向こうにも目線が行きますし気にしますので、中のポジションがちょっとずれますよね。あーと最高の戻しをカット、神谷、江坂が上がってきました、江坂だー、ナイス、ここはオルンガー、よく前に出ました、富井、江坂決定、オルンガ、神谷の後ろから古賀、神谷の、あ、逆サイドチャンスだぞ、胸トラブル、仲間のシュートだー、飲水ブレイク明け、超えました、帰ってきた仲間。まあ、前に湘南が出かけた時だったので、もう完全に両ワイド空きましたよね、右もオーバーラップかけてましたし、まあ、左も仲間がフリーだった小林が戻ってきましたけど、落ち着いて胸でトラップして右足ボレード、素晴らしいですね。まあ、レイソルはゾーンですね、
キーパー中村康生後ろだ、これ決まった、1点差、石原直樹、石原直樹です。後半から出てきた石原直樹、三つ丸が見てたのかなっていう感じですけど、はっきりとしたマークには見えなかったですよね、まあ、ゾーンとマンツーの併用かもしれないんですけど、うまく動かれましたね、まあ、石原らしいポジションの取り方、まあ、キックにしても続いておいてよかったですけどね、ちょっとゲームがまた分からなくなりましたね。金子、イブスキポスト、イブスキポスト、チャンスだぞ、シュート、山田直樹、1点返した湘南、イブスキのポストプレーから山田で決定機、まあ、こういうところに入れていくことによって、イブスキのこう体を使ったプレーで、まあ、セカンドボールが出やすいですし、あとはこう混戦のボールっていうかね、そういうボールが生まれてきますよね。はい、ちょっとバンドした、面白い、流した、オルンガー、ゲーム終了の笛です。最後までゴールを目指した湘南が柏をバタバタはさせましたが、3対21点差、オルンガー2ゴール、そして今日大活躍の仲間の得点が決勝ゴールになりました。